たりとか。さん、よし。あの質も良くてかっこいいなと思って、うん、準備、まあ一番は、まあ、個人としてはやっぱコンディションを高めるっていうところですね。いかにいい状態でに持っていけるかっていうことが大事なんで、あとは怪我しないこととか、いくらパフォーマンスが良くても怪我してしまったら終わりだし、とにかくコンディション作りが鍵になってくるなと思います。もちろんまずは、個人個人の、競争サバイバルが始まるんで、そこでアピールすることは大事ですけど、チームとしてやっぱり誰が出ても同じような、レベルで同じような連携で、サッカーできるってことが非常に大事になってくるかなと思うんで、ワールドカップ対戦する相手も世界のトップの選手たちチームですし、そんな中で、まあ、自分たちがまあ、どういうその試合プランで、戦っていくのかっていうのは共有する必要があるなと思います。まあ、一つは、最後のテストマッチだなと思います。っていうのは9月もう1回ありますけど、まあ、その時はほとんどメンバーも固まってるでしょうし、まあ、大きなチャレンジっていうのはできないと思うので、まあ、ここがいろんなものを試す最後の機会ですし、それは戦術面だけじゃなくて選手自身もそうだと思うので、これからワールドカップに向けて生き残っていくために、そしてはワールドカップで勝つためにチームとして仕上げていくという最終段階なので、まあ、この4戦の意味は非常に大きくて、まあ、1試合も無駄にできないですし、まあ、もっと言うと1日1日の練習を質の高いものにしていかなきゃいけないなと思います。グループに2つ強豪国が入っているので、まあ、そういう強いチームに対してどういうふうに戦うか、どうやって戦っていけるかというのを、まあ、見定める上でも、まあ、トライする上でも大事な一戦になると思います。で、まあ、相手にボールを保持される時間が長くなりますし、まあ、本大会でもそれが予想されるので、その中でもどういうふうに戦っていくかというのを作り上げていかなきゃいけないですし、まあ、非常にいいチャレンジの機会になるんじゃないかなと思います。こんにちは。お疲れ様です。5月の1日に、イビチャ・オシム前日本代表監督が80歳でお亡くなりになりました。まあ、本当に、残念なことなんですけども、しっかりと受け止めてみんなで立っていくことをしたいと思います。オシムさん、黙祷。オシムさんは、まあ、僕もその日本代表に初めて呼んでもらったのがオシムさんなんですけど、まあ、本当にサッカー哲学者というか、まあ、日本代表の選手もみんなこうオシムさんにこうサッカーの教えを請うような、そういう存在でしたし、本当になんかこう、まあ、ミーティングの時も含めて、こう自分たちが何かこう新しいものを学べるんじゃないかとか、まあ、常にいろんなことを考えさせられましたし、自分たちが選手もそうですし、日本サッカーが成長する大きなきっかけをくれた人じゃないかなっていうふうに思います。いや、1年間ぐらい話しかけてもらえなかったですね。そうなんですか。はい、本当に最後オシムさんが倒れる前ぐらい、ちょっと前ぐらいまで名前呼んでもらえなかったです。キーパーって言われてました。初めて逆に名前呼ばれた時はすごい嬉しかったですけど、その時はもう名前呼ばれたことが嬉しすぎて何を話したか覚えてないですけど、オシムさんがこう日本に来て、まあ、ジェフの時もそうですけど、日本代表でもこうより考えて、より
こう走らなければいけないっていうことを、まあ、常にまあおっしゃってましたし、まあ、それこそ現代のサッカーの中でもその根本的なところっていうのはやっぱり変わらないと思うんですよね。よりスピードが上がっている中でも自分たち自身は考えてサッカーしなければいけないですし、フィジカル的な要素でも今のサッカーは以前より高いものが求められている分、やはり自分たちが走らなければ高いレベルのサッカーっていうのはできないですし、まあ、そういう意味で当時より今の日本サッカーっていうのは進化していると思いますし、まあ、これほどヨーロッパでやる日本人が増えるとも僕たち自身もやっぱり想像してなかった部分もあると思いますし、まあ、そういった意味で、まあ、オシムさんが当時教えてくれたことだったりとか残してくれたものっていうのがね、こういう形になってきてるんだっていうことをピッチの上で、日本サッカーが示していければいいのかなっていうふうに思います。¡Gracias!
後ろバランス、ゴー、準備、準備、準備、ボールだけ、ボールだけ、ナイス、来るぞ、来るぞ、黄色も、黄色、黄色、バランス、まだいない、オッケー、オッケー、オッケー、一回見に行こう、俺の反発ステップ見る。見るっす。どんどん左上じゃん。伏線張ってんな。俺がこっち行ったらこっち行くし。俺の反発ステップ見る。楽しいですね、はい、雰囲気よくやれてると思いますし、まあ、これから、まあ、明日とかからまた全員合流して練習すると思うので、またまた楽しみですね、まあ、まずはやっぱり純粋に点決めたいです。点決めたいですね。それでチームが勝ったらうち嬉しいなって思いますし、うん、まあ、周りを見てポジショニング取ったり、まあ、裏抜けで周りの選手にスペースを与えたり、まあ、それで1本でゴールまで行けるのが僕の持ち味だと思いますし、まあ、ゴール前での嗅覚っていうのは僕は持ってると思うので、うん、得点に絡めるようなポジションを取れたらなって思います。南米の選手なのでやっぱり足元は上手いと思いますし、あとはやっぱ球際はすごくがっつりくると思うので、まあ、ポジショニングでうまくかわしていって、まあ、チームとしてパスでうまく交わしていけたらなって、たくさんの人が期待してくれてると思うので、しっかり結果で恩返しできたらなと思いますし、うん、まあ、僕のプレーを見て楽しんでもらえたらなと思います。ありがとうございます。